あのクソ天狗のことか。あいつにも一応招待状を送ってやったんだよ。だがあいつはそれを受け取らなかった上に、わざわざここまで来て掲示板を立てやがった。観光客への警告だとか言ってデタラメなこと書きやがって。しかもだ、その内容を書き換えるなよって俺らに釘まで刺してきた。俺ら荒竹屋を付け狙うとは実に卑劣だ。いつか絶対に街中で正々堂々あのクソ天狗を倒してやる。この俺様があいつをみっちり懲らしめてやらねえと。それより兄弟、今回の祭典について何か聞きてえことはねえか。あの長野原花火屋の店主のことか。あいつはほんと熱くておしゃべりなやつだよな。天金島に荷物を届ける途中、たまたま俺らの祭典を知ったみてえだ。この祭典を気に入ってくれたらしくて、お祝いに来てくれた。次は花火を用意してくれるとも言ってたぜ。今後は荒竹屋も長野原花火屋にちょくちょく顔を出した方が良さそうだな。